く雲が広がって梅雨空のボートレース琵琶湖、6月に入って新規進展に変わり第2弾となります。ヴィーナスシリーズ第3戦琵琶湖プリンセスカーニバルシリーズ最終日、最終の12です。激戦の予選道中、そして準優勝戦を勝ち上がったベスト6メンバーによってこれから注目の優勝戦が行われます。コースは1札3、4、5、6枠内の模様です。インコースには1号艇愛知宇野弥生、2コース2号艇福岡武井奈美、3コース3号艇静岡長島真希、1札3です。4コース4号艇埼玉浜田有沙は角市、5コース5号艇福岡小野聖奈、6コース6号艇徳島の北山奈です。人気はやはりシリーズリーダー1番の宇野、ここまで10戦7勝2着3番オール2連対、堂々たる成績。このシリーズイン戦は3戦3勝です。2コース2番武井人気対抗、予選2位、3コース3番の長島も人気、予選3位。一方6番の北津、ここを勝ちますとデビュー初優勝となります。昨日も激戦の順位を制した6番の北津、6コースから一発を狙ってまいります。進入スタイル3対3、外3艇から進入開始。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番、第12レース優勝戦スタートしました。確定ほぼ揃ったスタートが1周の1枠。まずはインから押し切るか、1番の宇野、宇野が先手を取る。2コース2番武井がまくっていくか、いや膨らんだ、ここはしっかり押し切った1番の宇野弥生、宇野が先頭、そして2番手には膨らみながらも2番の武井が続く。3番手争いがここは4人並ぶか、内から6番4番3番5番、4人接戦の3番手争いから内より4番6番がスッと伸びてまいりました。スタートは正常でした。先頭1番の宇野から、そして大きく振り込んだのが6番です。先頭1番の宇野、そして2番手2番の武井、3番手争いまだ接戦、4番3番この両者、後方5番小野、そして最後に6番の北津です。先頭1番の宇野弥生終始優勢で2周のバック先頭になりました。2番手の2番の武井奈美が続く。3番手はまだここは接戦ついて、4番の浜田が外、内3番の長島若干水分かれました。1停止や2停止水分けて、現在は4番の浜田が3番手、上位3艇が1番2番4番、後続3番5番6番で2周2マーク。1番宇野弥生から2番の武井奈美、そして4番の浜田、現在は単独の3番手。最終周回入ります。内2艇のスタート鋭かった、01あたり、01か02かというところ鋭いスタートからインから押し切った1番宇野、2コース2番武井がまくっていきましたが、やや膨らんで2番の武井も2番手止まり。3番手争いは序盤は3艇4艇大接戦から、現在4番の浜田が3番手、これを追って3番の長島、内から一気に迫ってまいりました。もうへさきかかるか。3番手争いは最終第2ターンマークの攻防か、上2艇は1番2番、あとは4番浜田か3番長島か、最終第2ターンマーク1番宇野、2番の武井、そして3番手は4番浜田がキープか、まもなくゴールを迎えます。まず1番宇野弥生が先頭でゴールイン優勝、2番手2番の武井、3番手は4番の浜田、その後3番長島、残る2艇5番の小野聖奈、最後6番の北津杏奈がゴールいたしました。以上、熱戦の第12レース優勝戦でした。それでは確定。